ございます。ペイです。今日は木曜日です。天気はめちゃ晴れてます。もうほんと真夏って感じですね。まだ朝早いんで日向でも入れるんですけど、もうちょっとしたらもうとてもじゃないけど入れなさそうですね。でその暑さのせいでナギが家にいるとずっとエアコンを入れとかないといけなくって、でそのエアコンが寒くて、その寒さの影響で私の鼻と喉がちょっとやられちゃって、ちょっとね今日は聞きづらい声になりますけどね、本日もよろしくお願いします。もう今日はこれめちゃめちゃ暑くなりますね。なんか太陽の光がじりじり顔に入ってきて痛いです。でね、さっきも言ったんですけど、もうこのクーラーをずっとかけてると寒くてですね、もうなんかナギはクーラー止めたらハーハーなるし、もうほんとね、家でね上着着てねしてるんですけどね喉と鼻がねちょっとおかしくなっちゃいましたね。ワンちゃんがね家におられる方は皆さん同じような感じなんでしょうね。でもなかなかねこれでクーラーかけずに今の見えたかな、セミがね、なぎセミが苦手みたいで、今も足元に急にセミがいてってなってましたね。あれ見んの可愛いですね。先日いただいたコメントの中でこのね丸ですね、この丸ですね、これをこれがねなんかドッグアジリティみたいでこの間ってくぐれないんですかって言われたんですけど、ちょっと待ってくださいね、これがどれぐらいの大きさかちょっと私行ってみますね。この段がこれぐらいある。でそこからそこなんで、でこっからだ、こうなんで、よいしょよいしょ。ちょっとナギは難しいですねちょっと高いで向こうもね傾斜してるんで、もう向こう行ってみましょうか。こんな感じでね傾斜してるんでね、ちょっとねあのドッグアジリティにするには大きすぎるかもしれないですね。ということでした。今もう7時回りましたね。もうちょっと暑いですね。影へ行きます。なぎ影行こう。ってなるとねやっぱ影はねもうね皆さんは買ってるんでね、今行こうと思った影はもうすでに他の飼い主さんがおられましたね。そうなんですよ、この時期は影の取り合いなんですよね。さっきねご近所さんのボーダーコリーさんに会ったんですけど、8歳のね男の子なんですけどね、で前はねナギはねやっぱりねその子の体が大きすぎてちょっと怖かったみたいだったんですけど、今日はねその子の後ろをねちょ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 ずっとね子分のように歩いてましたね。なんかあナギはこういう感じなんだなと思って、ボーダーコリーさんの中ではなんかずっとね後ろをずっとどんどんあついていきますっていう感じでしたねなんかやっぱりねボーダーコリーちゃんね2頭いるとねやっぱ可愛いなって思うのと、あと迫力もやっぱりありますよね、体が大きいん でその子はねしか厚みがねすごいんですよ。でナギはねでもね体重ねその子20キロって言ってたんですよね。でナギは19キロぐらいあるんですけど、でもねパッと見た目にはナギはもうすごい細くって、だからやっぱりナギはちょっと長さがね長いけど、まあこれからかもしれないですけど、今はねまだちょっと細いんで、まあねなんかこう華奢に見えますね。まあでもなんかその飼い主さん曰くいやそれぐらいがいいですよって言われてたんで、まあそんなもんなのかなと思ったり、あんまりね体重増えたらやっぱ関節とかに良くないと思うんですけどね。でもねその子はねがっしりしてるんで、やっぱりねボーダーちゃんとしたなんかそんなイメージなんですよ私の中では。なんかねなんかちょっとねあいいなと思って、ナギはなんかちょっとやっぱりまあ若いっていうのもあると思うんですけどね、なんかこうガリガリな子って感じですかね
今日はめちゃめちゃ暑い。もう本当にちょっと半笑いになるぐらい暑いですね。日陰は大丈夫ですけど、もうそれ以外のところはね、ちょっとやばいぐらい暑いですね。でこっからどうやってナギを連れて帰ろうかなと思った。日向もうまた抱っこかなと思って。でもね、道でね、抱っこ、この大きい体を抱っこするとね、さすがにちょっと恥ずかしいですね。なんか大丈夫ですか、大丈夫ですかとか言われますからね。まあ仕方ないですね。足の裏やけどしたら困るからな、これね。よし、じゃあ帰ろうか。じゃあ今日も帰ります。おはようございます、ペイです。今日は金曜日です。なんと久しぶりに寝坊をしてしまいました。もう今は8時ちょっと過ぎです。さっき出てきたんで、もうだいぶ暑くなっちゃって、朝ね起きたんですよ、6時前に。で着替えようと思って、この着てる長 T シャツに腕通したんですよね。それまで覚えてるんですよ。でそのままね寝てたんですよね。もうびっくりした。もう起きてえーってなって、でナギどうしてたかって言ったら、ナギも横って上向いて、その起きた時はナギほな散歩行こうかみたいななってたんですよ。でナギもじゃあどうなってたかって言ったら、横で上向いてパーって寝てて、2人でうえーってなって慌てて出てきたんですけど、もうやっぱり暑くって、でもう影だけ、もう影もねすごい少ないんですよね、やっぱこの時間になると。もうやっちまいました、ほんと久しぶりに。何やろうな、最近大丈夫だったんですけどね。まあちょっともうね、この影の中、あとちょっと点々と影を、暑さ、あの地面の暑さに気をつけながら散歩します。やっちまいました。今一段上の広場に上がってきましたけど、もうこれはダメですわ、本当にもうめっちゃ暑い。ナギ行こう、下に行こう。なナギ、ナギ、あもう草食べへん、草食べへん。最近またね、草をね、やったら食べるんですよね。なんでかな、食べたかんよ。胃が気持ち悪いんかな。ナギはね、最近ね、よくね家内の足にねこうグッて抱きついたりしてね、まあ、台所でなんですけどね、なんかそれがねすごく可愛くて、まあ、その映像がねこれです。何してるんナギ子それ。母ちゃんこれ何してるの。ナギはそれはいつも、うん、台所で、うん、落ちてきたものをもらいたいので、うんお願いしてるポーズです。持ちてきたもんというか余ったもんが欲しいってこと。これねなんか足にねすごい抱きついてねずっと離れないんですよこれ。パッと見た目には可愛いんですけどね、ただ、まあ、食べ物欲しいだけですけどね。でないぎた、落ちてきた、落ちてきた。もうたんだったね、かわいい。まあこんな感じでね、家内の足にこうやって抱きついてこうやってずっと上を向いてるんですよね。でもっとひどい時はね、もう顔もこうつけてピッてつけてね、あの上をじーっと見てね、かわいいんですよ。でまあそれはね、上から何か落ちてこないかなとか、何か食べ物くれないかなと思って見てるみたいなんですけどね。でもねやっぱりね、あの去勢してからかな、なんかねちょっとね前の、あまあ前はねやっぱちょっと荒々しい感じ、ちょっとまあ荒くたいって言うんですけどね、関西では荒くたい感じだったんですけど、でもやっぱ柔らかくなったかもしれないですね。なんか女の子ちゃんみたいになったっていうわけではないんですけど、
柔らかくなったかな、やっぱり。ね、なぎ。かわいい。そう。まあ相変わらず草ばっかり食べてますけどね。最近なぎはね、ここお気に入りになっちゃいましたね。ちょっとね、ドッグアジリティにはちょっとやっぱ大きいんですけどね。めっちゃお気に入りみたいですね。なぎちゃん、暑いね、でも。影行こう。影行こう。間影と影の間とか芝生と芝生の間とかはね、もう暑くて抱っこしないとねいけないですね。今日の散歩はね、朝からなぎと2人で寝坊してね、慌てて起きて出てきて、そしたらね、今撮影してるカメラのバッテリーも変えるの忘れて、残量ほとんどない中で撮影して、まああとどれぐらい撮れるねみたいになってね、やっぱりね、何でもそうですよね、慌てて出てきたらダメですね。もういろいろ忘れちゃって、あのナギのね、うんちを取る袋もね、ほとんどない中でね、あはははなりながら出てきましたね、今日はもう。でナギはね、やっぱり去勢をしてからちょっとね、丸くなりましたね。術後の2週間ぐらいまではね、やっぱ結構荒れてたんですよね。まあこの動画でもお伝えしましたけどね。でもね、最近になってすごく落ち着いてきて、なんかね、まあ、落ち着いたのか、やっぱりその去勢によって丸くなってきたのかちょっとわからないんですけど、なんかね、目もね、ナギのこの目もね、ちょっとね、あの前はね、もうちょっと釣り上がってたんですよ。でもね、ちょっとね、垂れ目みたいになってきたんですよね。なんかね、めっちゃ垂れちゃってね。ナギなんかね、優しい顔になりました。まあそれはね、何が要因でそうなったのかはまだちょっとわからないんですけどね。まあでも落ち着いてくれることはね、嬉しいなと思います。それでは明日土曜日はナギの幼い頃のプレイバック映像と、月曜日はナギの日常をお届けしたいと思います。今週もありがとうございました。